雨が降る中、元気に挨拶をしていたのは、新潟市中央区の日和山小学校の児童たちです。児童の挨拶を習慣化し、地域を明るくしようと、地域の人と協力して、4日間で合わせて5万人に挨拶することを目指している日和山小学校。その挨拶運動は、今日が初日でしたが、新潟市中央区は登校する時間帯に1時間に 11.5 ミリのやや強い雨に見舞われました。それでも地元の中学生が挨拶運動の応援に駆けつけるなど、児童たちは雨にも負けず大きな声で挨拶をしていました。今日何人に挨拶しましたか？108人です。すごかったですけど、まあ、周りの人に挨拶もできたし、元気に来れたので良かったです。普段よりちょっとなんかみんなと会話、少しでも会話できていいなって思いました。地域が明るくなったり元気になったりすることが一番だな、みんなで仲良くなれたらいいな、そんな風に思っています。こちらは現在の新潟市中央区の様子です。県内は明日昼前にかけて雷を伴い1時間に30ミリの激しい雨の降るところがある見込みで、明日午後6時までの24時間に降る雨の量は上中下越で60ミリと予想されています。下越では明日明け方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意、警戒が必要です。